停車場の近くに猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした。入れ。何の用だ。ヒョウガネズミを食いにベーリング地方へ行きたいんだが、どのあたりが一番いいだろう。一番初期ヒョウガネズミの産地は。二番初期ヒョウガネズミの産地は。あ、はい、三番初期四番初期産地は。ウステラゴメナ、ノバスカイア、フサガワ流域であります。よろしい。で、旅行するについて注意することは。四番初期ベーリング地方への注意は。あ、はい。おお。夏猫は全く旅行に適しません。夏猫。それに冬猫もやはり最新の注意が必要です。函館付近では馬肉で釣られる危険があり、特に黒猫は、時々黒狐と間違えられて追跡されることもあります。以上です。聞かれた通りだ。ま、あなたはわしと違って黒猫ではないから大した心配はなかろう。せいぜい函館では馬肉を警戒するんですな。いや、よくわかりました。ありがとう。ふん。入れ。あ、いたいた。よう、ヤマネコ。あ、ヤマネコくん。なんだ君は、いきなり無礼じゃないか。いや、このカマネコとは幼なじみなもんで、つい。だったらそれなりの訪問の仕方というものがあるだろう。事前に連絡するとか、事務長さんに面会の許可を求めるとか。まったく、これだからろくな教育も身につけてない山育ちは困るんだ。ま、友達が友達じゃ無理もないか。なんだと。山猫くん、皆さん、愛すみません。くっ。事務長さん、ご無礼はお詫びいたします。ご覧の通り、懐かしい友達が訪ねてきてくれたんです。山猫くんもこういうところはきっと初めてで、勝手が分からなかったんでしょうから。何、そう気にせんでもいいよ。どうも。山猫くん、急ぐのかい。あと少しで昼休みになるんだ。そうすれば少々時間が取れるんだけど。急ぎは急ぎなんだが、いいだろう。あれに乗るんだ。停車場で待ってよ。すまないね、必ず行くから。ああ。じゃあ、山猫くん、事務長さんに挨拶を。ああ。どうも申し訳ありませんでした。根はいいやつなんですが。まあいいじゃないか、友達は大切だ。積もる話もあるだろう。時間のことはあまり気にせず会ってきたまえ。はい、ありがとうございます、事務長さん。
だ君は。僕にこの弁当を食べろというのかい。床の上落ちたのを食えというのかい。いいえ、あなたが拾おうとなさるのでただ拾ってあげただけですが。いつ僕が拾おうとしたんだ。僕はそれが事務長さんの前に落ちてあんまり失礼なもんで僕の机の下を押し込もうと思ったんだ。そうですか。私はまたあんまり弁当があっちこっち動くもんですから。なんだとしっけな。決闘だ。よしたまえ喧嘩は。だいたい君は生意気だぞ。さっきだって先輩を差し置いてだな。そうとも、一番初期の白猫さんもこの僕もとんだ恥をかかされたもんだ。僕は先方が急いでると思ったもので、それに事務長さんも順番に質問されたことではありませんか。いくらそうは言われても上司を立てるという配慮があって叱るべきだろう。君はまだここに入って間もないんだ。本来なら僕らと一緒に机を並べることだって早すぎるくらいなんだよ。もういい加減にしないか。釜猫君はわしが見込んできてもらっているんだ。そもそも質問されたら敏速に応対するもんだよ。もうそのくらいにしておきたまえ。あ、それより釜猫君、友達だよ。いいんです、もう山猫君は行ってしまいましたから。ああ、今朝言うのを忘れたが、虎猫君は少し月給が上がったよ。どうもお騒がせして申し訳ございません。見て猫君、三トンタンの転居届の件じゃが。見て猫くん、大丈夫かい。きつけ薬のアンモニアワット。貴様、僕も僕を引き倒したな。いや、見て猫くん、それは君の勘違いだよ。釜猫君は好意でちょっと立っただけだ。君に触りも何もしてはいない。まあまあ些細なことだ。何でもありゃしないじゃないか。それより三トンタンの転居届のことだ。さあさあ。はて、今日は釜猫くんがまだ来んね。遅いね。なに、遊びにでも行ったんでしょう。一体君たちは少々釜猫くんにつらく当たりすぎじゃないかね。え、釜猫くんは気の毒なんだよ。土曜に生まれついた夏猫なもんだから皮がとても薄くてね、いつも夜中寒くなると仕方なくかまどの中に入ってしまうようなんだ。それだから体がすすで汚れてしまっているんだ。いくら洗っても取れないそうだ。タヌキのようですよね。あのお言葉ですが。何かね。釜猫は事務長さんがそのように親切になさるんでいい気になってるんですよ。そうですよ、そうですとも。いい気になってる釜猫くんがかね。はい、現に今日だって。今日だって。今日だってどこかの宴会にでも呼ばれて行ったんですよ。宴会に？
どこで宴会があるんだ今日？北の方で学校の開校式があるそうですよ。開校式？そうか。実にけしからん。事務長を差し置いて。今日ばかりじゃないさ。カマネコはこの頃あちこちへ呼ばれてるよ。なんでも今度俺が事務長になるとか言ってるそうだ。だからバカな奴らが精一杯ご機嫌を取ってるんだろうよ。本当かそれは？本当ですとも。なんならお忍びになってごらんなさい。許せん。わしがあれほど目をかけてやったのに。恩をあだで返しよって。よし、わしにも考えがある。事務長さん、休んだりしてごめんなさい。風邪をこじらせてしまって。足がこんなに腫れさえしなければどうやってでも事務所へ行くんですが。すみません、事務長さん。カマネコ、カマネコ。山猫くん、鍵はついてないよ。山猫くん、ごめんね、あの日行けなくて。せっかく会いに来てくれたのに。カマネコ、君はよほどのお人よしだ。あんなとこやめてしまえ。え？クソ、もし俺にトラカシシの力でもあればあんな事務所叩き潰してやるんだが。何を言うんだ山猫くん。僕はあそこで働くのが楽しいんだ。事務長さんもとってもよくしてくれるし。あんな目に遭っててか。あんな目見たんだよ、あの日停車場から引っ返してきて。じゃあ汽車には乗らなかったの？ああ、君がなんで来なかったのか気になってな。君はいじめられてたじゃないか。あんなこと、もともと僕のせいなんだし。僕がカマネコでススで汚れて黒いから。それがどうしたってんだ。色が黒くていけないならあの事務長なんか真っ黒じゃないか。そうじゃない、あいつら自分より弱いと見たらつけ上がるんだ。自分より認められるやつが許せないんだ。確かに君は俺たちや他のカマネコ仲間の希望だし誇りでもある。できれば立派なお役人になってもらいたいよ。けどそんなことは無理だ。あいつらがそうさせないんだ。そうさせない企みを。企み？そうとも。いいか、あのクソ役人たちは君を陥れようとしてんだぜ。そんなわけないじゃないか。いくら僕と気が合わないからって。いや、俺は聞いたんだ。木の上であいつらがあることないことをあの黒猫に吹き込んでるのをな。とどのつまり、あの黒猫だって同じ穴のムジナなんだ。山猫くん、カマネコ、帰ってくれ。事務長さんのことを悪く言うなんて。なぜそうやって何でも物事を悪く取るんだ。そんなだから何なんだ。何が言いたいんだ。カマネコ、お前までみんな同じだ。飛躍人なんてのは学問がないってだけで育ちが良くないからって俺を白い目で見る。世間の奴らもみんな同じだ。山猫くん、待ってよ山猫くん。僕が悪かったよ。こんな日暮れにどこへ行くんだよ。止まってっておくれよ。外は風が冷たいよ。足の腫れも引いたし、今日は昨日の分も働くぞ。あ、僕の机が、僕の大切な帳簿がみんなの机に。おはようございます。
休んでしまって大変ご迷惑をおかけしました。僕の机のことですけど。机が見当たらないんですが。おはようございます。おはよう。どうもひどい風邪だね。僕の机。おはようございます。いや、おはよう。ひどい風邪だね。風だわ。事務長さん、おはようございます。おはよう。まるで暴風だね。さあ、今日は昨日の続きのアンモニアックの兄弟を調べて解答しなきゃならんな。2番初期、アンモニアック兄弟の中で南極へ行ったのは誰かね。はい、パンポラリスであります。よろしい。パンポラリスについてもう少し詳しく。1番初期。はい、パンポラリス、南極探検の鬼とヤップ島沖にて死亡、遺骸は水槽にされています。よろしい。では次の調査事項に移ろう。力でもあればあんな事務所叩き潰してやるんだが。入れ。やっぱりな、こんなことだろうと思ってたぜ。お前はいつかの。何の用だ。これでも食らえ。なんだこれは。かまどの鈴さ、こんなことをしてどうなるか分かってるのか。ただでは済まさんぞ。うるせえ。よーい。それでもお前らは役人か。こんな小ずるくなるために歴史や地理を習ったのかい。みんなのお役に立つのが役人だろう。弱い者をいじめて給料もらってどこが偉いんだ。まったく笑わせだ。みなかまねこ、このすまみれのざま。おい、かまねこ、かまねこ。
こうして第六事務所は廃止になりました。